キックオフをしますのは三重ファイアワード35番のプレイヤーが務めます。35番重野、本日守備攻防ともに大活躍をしております。日本福祉大学出身のルーキーです。しかしトヨタブルファイターズもかつては X2 の強豪として名を馳せておりました。その戦士雄姿はまだ多く残っております。さあその力をここで見せることになるでしょうか。三重ファイアワードキックオフ。さあトヨタリターンに入った16番、右オフタックル付近密集点を突破を図りまして自陣34ヤード地点の攻撃位置を確保しました。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。この試合は X2 ウエスト、X3 ウエスト、全19チームの合同企画によるライブ配信となっております。多くの企業様、そして個人の方々のご記者によりまして、この配信は実現しております。その企画にご賛同いただけます方は、ぜひ今からでも募集しておりますので、よろしくお願い申し上げます。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。トヨタ自陣35ヤードからファーストダウン10。さあ見事なステップワークだ。ナイスファーストダウン。まず最初のプレーランプレーにおきましてランニングバック20番、見事なステップワーク。相手ディフェンスの隙間を縫うように走り抜けまして左オープンを独走、一気に相手陣に入ります。ナイスランでファーストランです。素晴らしいランを切りましたのはトヨタブルファイターズ20番の長野。さあこれによりまして相手陣37ヤードの位置からトヨタブルファイターズファーストダウン10。パス不成功。今度は中央に走り込んできたワイドレシーバー15番にパスを投じましたが、これは三重がパスカットしましてパス不成功。ダウン1つ失って取れたセカンドダウンに変わります。トヨタ相手陣37ヤードからセカンドダウン10。これもナイスラン。ランニングバック20番ハンドオフを託されまして左オープンを展開。またしても素晴らしいステップワークで一気に攻撃権更新です。トヨタブルファイターズファースター。ここに来て20番長野の走りが非常に光っております。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。さあ後半最
初のトヨタのシリーズ長野のランが非常に冴え渡っております。何らかの対策がこのハーフタイムの間に見出されたかもしれません。さあ試合再開となります。トヨタブルファイターズ相手陣26ヤードからファーストダウン10、失礼しました、セカンドダウン10、まだ行く、ナイスファーストダウン。今度はクォーターバック16番自らのキープレー、右オープンロールアウトして、そこから一気に縦に上がりまして、相手タックル弾き飛ばしながら一気に攻撃権更新です。トヨタブルファイターズファースト。素晴らしいランを決めましたのはトヨタブルファイターズクォーターバック16番の花村。これによりましてトヨタ相手陣2ヤードからファーストアンドゥーゴール。さあ残りこの4回の攻撃で2ヤードの攻防が始まります。ここで三重が見せた。トヨタの中央へのランプレーを三重77番猛然と阻止しまして、ロスタックル。このランプレーをゲインなしで止めています。素晴らしい対応をしましたのは三重ファイヤーバード77番小西、素晴らしいタックルでした。トヨタセカンドダウンに変わります。トヨタセカンドダウン2ゴール、残り2ヤード。これも止めた。今度はクォーターバック16番の左オープンへのランプレー、これをトヨタ、失礼しました、三重18番渾身のシューストリングタックルで仕留めましてノーゲイン。素晴らしい足を刈り取るようなシューストリングタックルでこのランプレーを阻止しまして、スターダウンに追い込んでいます。トヨタスターダウン2ゴール、残り2ヤード。ここでホイッスル。トヨタここで後半1回目のタイムアウトを投入します。ここを一気にタッチダウンとしたかったトヨタですが、三重の素晴らしいディフェンスの好プレーが続きましてサードダウンになっております。ここは譲れずとここでタイムアウトを取りました。タイムアウトを解けます。トヨタ相手陣2ヤードからサーダウン2ゴール。さあこれはどうか、三重食い止める、フォースダウンになる。すごい攻防が3プレー続きましたが、これを三重封じております。
さあトヨタフォースダウン2ゴール、この最後の選択肢どうするか。フォーメーション解きまして、トヨタプレイを選択、フォースダウンギャンブル。さあこの2ヤードの攻防、このワンプレー注目しましょう。止めた、選択はヨタビのランプレー、中央突破による力対力の勝負に持ち込んだ。しかしそれは三重77番が阻止、4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代、ターンオーバー。凄まじい攻防戦でしたが、最後の最後は三重ファイヤーバード77番小西のタックルによりまして攻守交代になりました。三重自陣4ヤードからの攻撃に入ります。三重ファイヤーバードファーストダウン10。さあクォーターバック自ら中央に飛び込んだ QB スイング、文字通り潜り込むようにして入り込みまして、まず確実に1ヤードから2ヤードのゲインを奪っています。キャリアは9番の日光、ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。第3クォーターいきなりですが、素晴らしい攻防戦がありました。まず後半最初のトヨタのシリーズ、作戦を練りに練っての素晴らしいランプレーが展開されまして、一気に相手陣ゴール前2ヤードまで一気に押し返しました。そのままタッチダウンに持ち込むかと思いましたが、ここで三重がディフェンス奮闘、4回のランプレー全て阻止しまして、今攻撃権を奪い取り返し、三重の攻撃に変わっております。ウォーターブレイク解けまして試合再開となります。三重ファイヤーバード自陣6ヤードからセカンドダウン8。これは抜けている、前がいない、さあトラブルが発生している、どうじゃ、どうなった、ターンオーバー。ここで大きなプレーが発生しました。三重ここでランプレーを投入した、カウンタードローが一気に突破しまして相手陣に入るビッグラン、しかしこの時にボールをファンブル、タックルを受けましてファンブルしたボールは点々とし、最終的にトヨタが抑えまして、トヨタ攻撃ラッシュです。攻守交代、ターンオーバー。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが入ります。凄まじい攻防となっています。トヨタの一騎火星の後半の最初のシリーズを三重執念で4度のランプレー阻止しまして攻撃権を奪い取り返し、今素晴らしいランプレーで一気に相手陣脅かさんとするビッグランを見せましたが、そこでファンブル、このミスを逃さずトヨタが再び攻撃を取り返したところで現在試合が中断されております。
激変起こります。起承転結の天に当たる第3クォーター、その名の通り素晴らしい攻防が繰り返され大きなうねりを見せておりますが、その中トヨタが攻撃に入ります。ボールオン自陣47ヤードからファーストダウン10。さあここで28番左オープンへのランプレーですが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。審判団がフィードに落としましたこのイエローフラッグ、果たしてどちらのチームに反則があったでしょうか。オフェンスチームの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。反則がありまして地点から10ヤードバッタイしファーストダウン、やり直しという形になります。対しましてディフェンス側の選手、ボールを持っているチームは相手選手を掴んでも構いません。これによって攻防が織りなされる競技になっております。さあランプレーで入ったが、今度は三重止めます。オープンへのランプレー展開しようとしましたが、三重53番、50番でしょうか、素晴らしい対応をしましてこのランプレー阻止しております。三重53番はジェイソン・ミラー。トヨタセカンドダウン17。パス成功。ナイスキャッチ、ファーストダウン。ここでクォーターバック右奥走り込んだワイドレシーバー9番にパス、9番これを見事にキャッチしまして、この状況を一気に攻撃権更新としました。素晴らしいパスキャッチしまして攻撃権更新果たしましたのはトヨタブルファイターズ9番の小田井。さあここで一つ大きなプレーがありまして、再びトヨタの攻撃が1回目に戻りました。トヨタファーストダウン10。パス不成功。ここで再びロングパスを投入、しかしこれは三重もディフェンスカバーよくパス不成功となっています。トヨタダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。トヨタ相手陣40ヤードからセカンドダウン10。これも見えナイスディフェンス。先ほどから好調なランを続けた20番のランプレーに突破がありましたが、今度は見え77番見事に対応しましてこのランプレーを阻止、サードダウンに追い込みます。本日大活躍、三重77番小西、ランプレーの阻止にも貢献しております。トヨタサダウン10。パス成功、ファーストダウン。ナイスパス、ナイスキャッチ。クォーターバック23番右スプリントアウトからワイドレシーバー9番にパスを通しまして攻撃権更新、トヨタブルファイターズファースター。鮮やかなパスを投じましたクォーターバック23番は安田、取りましたのはワイドレシーバー9番の小田井。本日はこのホットラインが大きく機能しています。トヨタ相手陣28ヤードからファーストダウン10。
ナイスラーファーストラン。今度はランニングバックを見せます。ナジバック28番ハンドオフから右オープンへランプレー。相手ディフェンスをまくりながらそのまま一気に中央切れ込んで攻撃権更新。トヨタブルファイターズファーストラン、素晴らしいラン決めましたのはランニングバック28番の藤野。個性あふれるタレント陣がトヨタブルファイターズ機能し始めております。さあ相手陣9ヤード内に入りまして、トヨタブルファイターズファーストダウン2ゴールに入りました。さあ縦上がる、どうか、タッチダウン。ここでクォーターバック23番オプションプレーから自らキープ、相手のディフェンスを裏を縫うように一気にエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。トヨタブルファイターズ6点獲得。さあそしてタッチダウンの後のワンプレートライ4ポイントに入ります。このキックは失敗、6点止まり。トヨタブルファイターズ6点、三重ファイヤーバード7点、その差1点の状況となりました。見事しかしタッチダウンを上げましたのはトヨタブルファイターズクォーターバック23番の安田、名古屋工業大学出身のプレイヤーです。さあ膠着状態、そして大きく変転うねりがありましたこの第3クォーターは、しかしその中でトヨタが攻撃によって突破口を見出しまして、安田のキープによってタッチダウン、見事その差を詰めることに成功しました。しかしトライ4ポイント失敗によりその差は1点残った状態になっております。これが最終どのような影響を及ぼすかということになってくるでしょう。しかし勢いは今トヨタにあると言ってもいいかもしれません。さあ三重は先ほどからの攻守を今度は攻撃で生かすことに期待しましょう。得点を挙げましたトヨタブルファイターズのキックオフで試合再開となります。キックオフしましたのは先ほどタッチダウンを挙げました23番の安田が務めます。三重リターンに入った。サイドラインを駆け上がりまして三重自陣30ヤード付近の攻撃を得ます。三重ファイヤーバード自陣31ヤードからファーストダウン10。さあまずクォーターバックスニークから入りました。隙をつくように他の選手と逆方向で縦に切り上がりまして、このランが効果的に約5ヤードのゲインとなっています。キャリアとなりましたクォーターバック9番は日光。三重ファイヤーバードセカンドダウン5。ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして三重ファイヤーバード7点、トヨタブルファイターズ6点、その差1点で最終クォーター第4クォーターに移ります。